卒業した小学校の名前と場所を覚えていますか？1番、覚えている。2番、覚えていない。1番。このようにテレビと会話をするだけで自動的に認知症の予兆を発見するといいます。日本生命の子会社が開発したこのシステムは、老人ホーム向けに高齢者の健康維持をサポートするものです。会話の内容や表情などから AI がその人の健康状態を分析し、介護や認知症の兆候などを発見します。その上で一人一人に合わせたエクササイズや脳トレなどのプログラムを作り、1日2回15分ずつの実践を促していきます。ああ呼んでるからやろうかなっていう感じで、こういうものがあると毎日にいいかなっていう気はあります。算数が得意だった方がちょっと計算間違えたりとか、こういうのを使うことによって素早く察知できたとしたら、多分その初期 の、 あの大切な時期に適切な私たちが援助が入れるのかなとも思いました。厚生労働省の試算では、2025年に介護職員がおよそ38万人不足すると言われています。高齢者の数は増えるんですけども、あの 介護になっている方が少ないというふうな社会をどれだけ作れるかだと、予兆をどれだけ早く察知するかというふうなことがかかっていると思います。